はい、じゃあ、定刻になりましたので、始めさせていただこうかなと思います。皆さん、お暑い中、お集まりいただきありがとうございます。はい、この、取り組みなんですけども、スコアリングチャレンジということで、今回皆さんにはですね、ただ聞いてもらうだけではなくて、まあ、実際にちょっとプログラミングを、まあ、量子プログラミングをしてもいただいてですね、より良い、まあ、プログラムを、目指していただこうかなという企画になっております。これ、いや、実は2回目なんですけれども、これ1回目出たよって方いらっしゃいます？ありがとうございます。はい。そうですね。まあ、1名だったということで、ちょっとリピーターが少ないかなというのはあるんですけれども、はい。これ前回はですね、加算機、まあ、いわゆる足し算をする、まあ、機構ですね、というものを、まあ、作る、まあ、より良い改良をして、まあ、非常にですね、まあ、そのシンプルに作れるものを、まあ、目指していくというような会をやっています。で、今回はですね、量子誤り訂正ということで、まあ、ちょっとその量子に踏み込んだ内容について、実際にプログラミングをしてみましょうというところになってきています。はい。まあ、脱初心者ということなので、実際にですね、全くの初心者の方ですと、ちょっと今回苦しいと思います。正直、そこはあります。ですので、ちょっとした経験があることが、望ましいとは思いますので、事前に勉強されている方も、いらっしゃると思いますし、中にはですね、ちょっとプロ級の方も、知ってる限りいるので、ちょっとそれで、楽しみではあるんですけれども、まあ、それでもですね、ちょっと考えることを、まあ、実際にやっていただければいいかなと思いますので、ぜひですね、いろいろ考えていただいて、まあ、発想といいますかね、理解を深めていただければ、まあ、今日はいいかなというふうに思います。で、もちろんできる方はぜひですね、回路を改良していただいて、自慢してくださいというところです。はい。最後に、もちろん、数字を出してですね、評価をいたします。で、皆さんの中で最も良い、スコアを出した方にはですね、まあ、景品もお渡しさせていただきますし、ちょっと簡単な、まあ、どういうところをポイントにしたのかっていうのも簡単にですね、説明していただくということもちょっと考えていますので、そのあたり、よろしくお願いいたします。オレオレ回路を出していただくといいかなと思います。はい。じゃあ、始めていきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。また、もう少しちょっと人が来るかもしれませんので、ちょっとゆっくりめにお話をしていこうかなと思いますけれども、はい、本日のアジェンダですけれども、ちょっとオープニングが若干長引きそうではあるので、若干コーディングの時間とか、少し解説の時間が若干オーバーする場合もあるかもしれませんけれども、なるべくですね、ちょっとコーディングの時間は取っていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず、皆さん今、インターネットにつながる状態になっていますでしょうか。もしくは、Jupyter Notebook が動かせる状態になっているかというところですね。Qiskit が動かせるかというところなんですけども、そこ大丈夫そうでしょうか。まだ1名、ネットワークにつながってないのは理解してるんですけれども、ですね、実際に、Jupyter Notebook で、Python のコードを書いていただく形になります。で、その際にですね、インターネット上の、IBM クォンタムラボを使うか、ご自身の PC 上で、Qiskit を動かすか、ということで、実際に触っていただく必要があります。で、お手軽なのは、インターネットがつながるのであれば、そのクォンタムラボの方にアクセスいただいた方が良いかなと思いますので、そちらで、実行できるような状況になっているかというのをちょっとご確認いただければと思います。はい。またちょっと後で確認はさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、6時のタイミングで、今日のコンテンツを、メールで配布をしていますので、参加申し込みいただいた時のメールアドレスの方をご確認いただくと、そこの GitHub の方にアクセスできる形になっていると思います。で、その GitHub の、ものをですね、まあ、ダウンロードいただいて、それをまあ回答しておいていただけると、良いかなと思います。今日の Jupyter Notebook の、ひな型がそこにありますので、それを使ってやっていく形になります。はい。では、そのような形でよろしくお願いいたします。では、その前にですね、ちょっと私が、まあ、今回講師を担当させていただきます、白石と申します。よろしくお願いいたします。専攻はですね、もともと理論物理学をやっていまして、まあ、当時、昔からある量子情報理論と呼ばれる分野なんですけども、まあ、いわゆる量子コンピューターの基礎理論にあたる部分ですね、に関することを、まあ、修士までやっておりました。まあ、もちろん量子情報だけじゃなくて、興味の幅がちょっと広かったんで、宇宙の方とかもやっちゃっていまして、まあ、その宇宙と量子情報を混ぜ込むような研究といいますか、まあ、そのあたりのエリアっていうのをやっていたというのが、なります。
ですので、もともと量子コンピューターを実際やっていたわけではないんですけれども、ほぼまあ同じような内容を学生時代にやっていた、まあ十何年前の話ではあるんですけれども、やっていましたので、まあ人よりはかなりアドバンテージを持った状態で、まあ、量子コンピューターの、まあ実際の勉強とか、今やいろいろなこういう取り組みをやっているというような形になります。はい、で所属に関しては、私ですね、日本 IBM システムズエンジニアリングという会社で、通称 ISE というふうに呼んでおりますけれども、こちら、IBM の子会社、技術系の子会社になっていまして、そこで、データサイエンティストという形で、データサイエンスの部門に今所属しているという形になります。で肩書きとして下に書いてありますように、IT エンジニアからスタートしてデータサイエンティストを今や、本職でやっていますというところと、キスキットアドボケットって皆さんご存知ですかね。今回皆さんにプログラミングいただく、その量子コンピューターの、計算を行うためのフレームワークとして、キスキットと呼ばれる、フレームワークが、Python のフレームワークがあるんですけども、それに関する、アドボカシーといいますか、一応グローバルで認定されるものになってまして、日本人では2人目、もう5年、4年ぐらい前に、取得をいたしましたというところです。はい。で、あと、静岡大学でも、データサイエンスの授業をやってまして、客員准教授という肩書きも実は持っているというところで、はい。そんな感じで、ちょっといろんな肩書きがありましてですね、これ重ね合わせ状態に、常になっていまして、時々、観測される状態によって違うということで、はい。今日は、キスキットアドボケットという形で皆さんの前に登場しているというような形になります。大体の確率は、係数として書かれてますんで、これぐらいかなっていうところで、はい、書いております。はい。大体半分ぐらいはデータサイエンティストなんだけど、それ以外は残り3分の1ずつくらいかなっていうところですね。はい。はい。で、実績としてちょっと皆さんにお伝えをしておくと、クンタムチャレンジっていう、取り組みが年2回あるんですね。今回その問題を流用しているんですけれども、これ皆さん参加された方ってありますか？これまでに1回でも。ありがとうございます。はい。クンタムチャレンジという、今回のそのプログラミングを練習しながら、最後スコアを競うような、ような内容にもなってまして、後半は結構ハードな内容なんですけども、前半は結構勉強しながらやっていけるというものになっています。その中で、過去2年ですね、15位と、7位、非公式ではあるんですけども、ちょっと上位の数、スコアを出したことがありますというところで、ご理解いただければいいかなと思っております。はい。あとはいろんなことを結構やってますというところと、量子コンピューターの、結構こういった計算、量子計算の YouTube なんかも結構上げてますので、それも見てください。入門のやつから、去年ノーベル賞の解説までしていますので、はい。あとは、ちょっと余談ですけど、右下の方に、ポケモンがいるんですけども、ちょっとポケモンの取り組みも、昔、ここ4年ぐらいやってまして、ポケモンさんといろいろプロダクトをコラボしてプロダクトを今作っていますというところです。このベトベター君っていうのがいるんですけど、彼を今面倒見ていまして、AI 搭載型、リサイクル回収ボックスっていうものをこう作って、AI と IoT、クラウドをこうふんだんに使ったようなものがありますというところですね。先日も横浜の方に8台同時設置するなんていうのもちょっとやってましたというところで、そんな取り組みもやっていたりします。はい。ちょっとすいません、長くなっちゃいましたけれども、私の紹介は以上とさせていただいて、はい。で、今日はですね、コーディングチャレンジをやっていただきますというところです。で、チャレンジ中はちょっと長い時間もありますので、休憩の方は各自、取っていただければと思います。で、これから、この先に関しては、解説とチャレンジについては、Jupyter ノートブックをベースにお話をしていきますので、よろしくお願いいたします。で、まずはその、準備を行っていただければと思います。で、クォンタムラボの方に、アクセスいただいて、今回その用意してあるコンテンツのノートブックをアップロードいただくのがわかりやすいかなというところで、一応その手順が書かれていますというところです。で、あとはですね、考えるためにはちょっと多分紙とかペンがいるかなと思いますので、この後皆さんに用意して、お渡しできるような形にはしたいと思います。使いたい方は使ってくださいという形でやっていきます。チャレンジにはスコアが出てきます。出てきますので、そのスコアの低い数字を出していただくというのが目指すべきゴールとなっております。最も良いスコア、いわば低いスコアですね、出した方には、その回路はどういうところを工夫したのかというのをご説明いただければと思います。簡単なものではありますけれども、一番良かった方には景品も出ますので、ぜひそれを狙っていただければなと思います。はい。で、まずはですね、IBM クォンタムプロ
プラットフォームと呼ばれる、まあ、このログところにログインできるかというところですね。昔ですとクオンタムエクスペリエンスとかいろんな言い方をしてたんですけども、まあ、まずこちらにログインをいただければなと思います。でこちらにログインしていただくと、下の方にですね、こんな感じでクオンタムなんちゃらみたいなのがこうあってですね、ここにですね、クオンタムラボっていうのがあるんですね。ちょっとわかりにくいんですけど、でこのアイコンを、赤い部分のアイコンをクリックしていただくと、こんな感じで、Jupyter Notebook の、使えるような環境が立ち上がります。でそこに、Jupyter Notebook のファイルを、まあ、アップロードいただくと、すぐに使えるようになりますよというところですね。で必要に応じて、こんな感じでフォルダを切ってください。そこに関しては、ご自由に切っていただくことで構いません。ちょっと実物をお見せした方が多分早いかなと思うので、ちょっとお見せしますが。はい。で、こんな感じの画面が出てきますので、この画面が出てきたら、OK ですというところになります。なので、まずは一旦ちょっとこういうふうにファイルをアップロードして、できるようになれば、そこをちょっと目指していただければなというふうに思います。はい。はい。クオンタムプラットフォームってこんな感じで多分出てくると思うので、この画面が出ていることを確認していただければと思います。はい。そうすると下の方に、スライドしていくと、ここにクアントムラボっていうのがありますので、まあ、こちらにアクセスいただければと思います。いくつかファイルがあるので分かりにくくなっているかもしれませんが、エラーコレクションと要は書かれている方ですね。のフォルダーに入っている、Jupyter Notebook の方をダウンロードして、まあ、それをまとめてダウンロードできるので、それをアップロードいただければ、今回の作業ができますというところです。はい。そうすると、このような形で、ファイルが開けるはずですので、これによって、実際の実行ができるようになりますので、よろしくお願いします。皆さん大丈夫ですか？今のうちに、もし、まだだよって方いらっしゃったら、今のうちに、こういう問い合わせいただきたいんですけど、大丈夫ですかね。じゃあ、ちょっとゆっくり始めていきますので、もしまだダメだよっていう方がいらっしゃったら、ちょっとサポートの方をしてもらいながらやっていきたいと思いますので、遠慮なくお声掛け、後ろの方にいる、方にお願いをしたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと始めていきます。はい。じゃあ、まずはですね、今回対象とするテーマが、まあ、エラー訂正と呼ばれるもので、皆さん、エラー訂正って、コンピュータサイエンスとかやってる方だともう当たり前かなっていう感じはすると思うんですけど、もうよく知ってるよって方いらっしゃいますか？言い方悪いか。要はですね、コンピューターって、実際に我々が使っているこの普通のコンピューターも、実は内部的にはエラー訂正って入ってるんですね。というのは、データっていうのがこう、一部飛んだりすることがあります。要は欠けたりとか、まあその、ビットっていう概念で0と1の情報を扱ってるんですけど、まあその0と1ってその電圧のこう違いとかでやってるんで、まあ、なんかその微妙な、細かい素子の故障とかによっても、ちょっとしたこうエラーとか、まあ、その、稀にそういうことが起こり得ますということになります。まあそうすると、当然データが書き換わっちゃうので、本来想定していたデータと違うものが生まれてしまいますと。そうなると、まあ、非常に、当然、その、一般的なシステム、IT システムでそれを使おうとしたら非常に不安ですよね。銀行の口座の自分の入っている金額が変わっちゃうっていうようなことになりかねないわけですから、そういうコンピューターを信用できるかって言われると、当然、そんなエラーが起こるものは信頼できませんと。ただ、エラーっていうのは、当然、これは機器の問題なので、起こり得てしまうものですというところで、それを防ぐ方法っていうのは、普通のコンピューターの中でも当然、行われてきましたというところです。まあ、今回ちょっとそこに関しては、深く踏み込んで話すつもりはないんですけれども、要はですね、エラーの箇所を特定して、適切なエラーを施せば、そのエラーに対する対処を施せば、元に戻るということができるようにするのが、まあ、エラー訂正の考え方になっています。まあ、それを非常にざっくりとお伝えしたものになります。で、当然ですね、これはまあ古典の、いわゆる普通のコンピューターの世界で、行われていることなので、量子の世界でも、まあ、当然そこを考えなきゃいけませんということになります。実際に、量子計算をするとですね、ノイズだらけと言いますか、まあ、エラーが非常に起こりますというところで、まあ、そのエラーに対する対処っていうのは、やっぱり、これは歴史的にもかなり昔から、考えられていることになっています。
はい。これは今後ですね、将来的に実用化に向けては、まあ、非常に重要な概念の一つではあるので、まあ、今回はまあその触りの部分をまあちょっと遊んでみて、いろいろこう試してみるっていうところが今日の目的になってきます。で、ちょっと大きくします。できるかな。はい。ちょっと文字が小さかったかと思うので、はい。こちらを見ていただきながらというところですね。はい。今回は、まあ、回路に人工的なエラーっていうのをですね、意図的にちょっと埋め込んでみます。まあ、本来実、動かそうとすると、そんな想定してないエラーっていうのがポコポコ出てくるんですね。勝手に入ってきますと、確率的に入ってくるんですけども、今回はちょっとそれをやってしまうと訳がわからなくなるので、今回意図的にエラーを入れたときにちゃんとこれが、識別できるか、まあ、特に、どんなエラーが起きたかを、まあ、識別できるかっていうのを、まあ、やるための、まあ、回路っていうのをこう作ってみて、まあ、それをちょっと改良してみましょうというところになってきます。はい。で、今回そのエラーに関しては、まあ、実際エラーって言われても、古典の場合はですね、0か1がこうひっくり返っちゃうだけで済むんですけど、実はですね、量子計算の世界では、ひっくり返るだけじゃなくて、いろんな他の情報がいろいろずれ込んでしまうことがあるんですね。はい。で、そういうケースが、実はパターンがこっちの方が多くて、より複雑になっています。正直真面目にやろうとすると、結構大変ですというところになります。例えばその反転っていう概念だけじゃなくて、まあ、それはこの X っていうのがその反転に対応してるんですけれども、それ以外にもですね、位相というまあ情報がありまして、その位相がずれ込んでしまうというケースも、これも実は結構致命的な話になります。まあ、計算をもうもろに狂わせるものになりかねないので、そういったものもですね、まあ、対処していかなきゃいけないと。というところで、まあ、ここではですね、今回はちょっとまあ簡略化のために、まあ、その位相と、まあ、その位相の反転っていうのと、まあ、その0、1の反転っていう、この2つのケースだけにまあ特化して話をしましょうというところになります。もっと厳密に言えば、その位相のずれもずれ方も、反転だけじゃなくて、ちょっと角度がずれてるとか、ちょびっとだけしかずれてないとか、そういうケースも考えようと思えば、いくらでも無限に考えられてしまって、まあ、それの対処って真面目にやろうとしたら、本当に理論でもちょっと追いつかないぐらい大変な話になってくるので、まあ、そこを考えるのはちょっと今回はやめましょうというところで、まあ、X と Z と呼ばれる、この2つのエラーが発生するケースというのを、まあ、ちょっと考えてみましょうというところです。はい。でまず皆さんの方に、まあ、ちょっと実行環境を確認のために、動かしてもらいたいんですけれども、まず極めて単純な例を1個だけまずやってみましょうというところです。最初はですね、いわゆるその一番代表的な回路の一つで、まあ、いわゆる状態と呼ばれてますけれども、量子もつれ、まあ、エンタングルメントとかっていう状態ですね。これはまあ00と11っていうような2つのパターンが半々の確率で出てくる。まあ、つまり、これは2つの量子ビットが同じ値を常に取るものなんだけども、どっちを取るかは半々でしかわからないっていう、ちょっとまあ極めて量子力学的な、特徴的な状態になっています。これがですね、非常に応用が効くものでもあり、まあ、いろんなところで登場してくるので、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけども、まずはまあこのケースに関して、ちょっと見てみましょうというところです。で、こいつはですね、まず実行してみましょうというところで、例えばまあシフトエンターとかコントロールエンターとかっていう形でやっていただくか、こちらですと、これがいいかな。この、三角のマークでもいいので、このあたりをですね、こう実行してもらって、ちゃんとまず動きますよっていうのを確認してみましょう。はい。で、実行すると、こんな感じで、下に、回路の模式図が出てきますけれども、これが出てくれば OK です。はい。おそらく、特に何も、操作することなく出てくるはずです。はい。で、ここに出てきたこの回路が、まずそのエンタングルメントを作る回路、基本的な回路になっています。はい。で、これは何が起こっているかっていうと、この下を見ていただくように、00と11が、520と504。これちょっと皆さんのところだと数字が微妙にずれてると思うんですけど、まあ、大体500ちょいぐらいずつに分かれてると思います。半々ぐらいになっていると。これはどういう意味かっていうと、さっき言ったように00っていうのは、2つ量子ビットがあります。その量子ビットが0か1の両方どっちかを取るんですけど、
両方とも0っていうケースと両方とも1っていうケースが520回、504回ずつ観測されたよというところになっています。これは量子力学というのは確率を扱う学問なので、この2つの状態、可能性がどれぐらいの割合で出てきたかっていうのを意識してやってるんですけど、今回はほぼほぼ半々ぐらいの確率で出てきてるっていうことが見て取れると思います。1024回打って、このうち520回と504回なので、ほぼほぼ 0.5 に近い。ちょっとずれてますけど、これは想定し得る範囲の誤差ですというところですね。こういう状態が発生、まずこれは基本的な状態になっていますというところです。で、ここにですね、運が悪く、何らかのエラーが入り込んでしまうと、ここのさっきの00と11っていうのがちょっとこうずれてくるわけですね。じゃあ、ちなみに、じゃあ今回はどうしようかっていうところで、さっきとちょっと違うところは、最初にですね、X っていうのを0の方、上の方に X を最初にかけちゃったケースっていうのをやってみます。ごめんなさい。後の方ですね。後の方に X をかけたケースですね。はい。こうやって、どこにちょっと入るかわかんないんですけど、今回はそのエンタングルメントを作った後に、X というエラーが入っちゃったようなケース。想定してないエラーが入っちゃったケースっていうのを考えると、こんな感じで、0と1が、00と11だったのが、01と10っていうふうになっちゃったんですね。それはなんでかっていうと、さっきのこの、上の、下の方か、下の方の、上の方の量子ビットは右側なんですけど、これが0と1がちょっと反転しちゃったケースっていうのが発生しているというところになります。はい。今回は本当はエラーが発生するともうちょっとこの確率がいろいろ他のやつ可能性も含めて4パターンの可能性があるんですけど、それが結構ばらけてというか、多分01と10は多分数回ずつぐらいしか出ないはずなんですけど、今回意図的にちょっとエラーを入れているので、こういうケースになっているというところになります。こんな感じで状態が変わりますというところがポイントになります。なので、これがちょっとでも1個でもずれると、当然、計算がもう後からどんどんずれていくわけですね。これ積み重なっていくと。そうすると、長い量子計算って結構、真面目に実機を使うと、計算が信用できないレベルのものになってくるっていうのが、やってみるとわかります。はい。今回はちょっとそこまで体験はいただけないんですけれど、実機をやる、触る機会があると、そこが、如実によくわかるかなと思います。はい。じゃあ今回はですね、じゃあこういうエラーが起こっちゃった時っていうのは、どういう対処をしましょうかねというところで、はい。いろいろ考えていかなきゃいけないというところになります。で、その00と11だったと期待してたところが変わっちゃったので、そこをですね、戻す方法みたいなのも今考えなきゃいけないんですけども、これはですね、そっか。これは、検出方法として、どうやって検出しますかというところになってきます。で、本来ですと、これ、今、この H というアダマールゲートを作って C ノットを作ると、エンタングルという状態が生まれるというところなんですけど、これと逆の操作をするとですね、実際の最初の元に戻るはずなんですね。で、これは、量子計算って、やっていった順と全く逆順に同じことをやると元に戻る性質があるんですね。これはいわゆる可逆性とかってよく言われて、大事な性質の一つです。で、これが、これ判定基準の一つとして考えられるんですけど、今回これ、ここ真ん中を見て折り返して全く同じことやってますよね。鏡に映したように。で、そうすると、これは、きちんと00の状態からスタートするんですが、00に戻ってきてるはずだというところです。実際にこうやってみると00が1024回、それだけが出てきてるっていう状態になってますね。これによって、本来だったら00に戻るはずの回路を、であるのに、エラーが入るとここが、00じゃない状態が出てきたら、なんかどっかおかしいんだなっていうところが、わかるという形になっています。はい。じゃあちょっとそのエラーを突っ込んでみましょう。さっきと同じように真ん中にですね、エラーを突っ込んでみると、元に戻るはず、00になるはずだと思ったら、10になってたというところで、これによって少なくともどっかにエラーが起こっていたというのが、判断できるという形になります。今回意図的に入れてるんでもちろんわかってるんですけど、本来だったらその、
ここに、まあ、ちょっと、1024回のうち何回かは、この10が出てきてるっていうのが、まあ、エラーの起こったときに、まあ、発生しているという形になります。で、まあ、実際ですね、この対処する上では、まあ、どこにどんなエラーが起こったかっていうのが分かることがまあ重要ですと。まあ、そうしないと、対処の仕方が分からないですね。この2つが分かる必要があります。で、今回はそれをですね、まあ、ちょっと試しに作ってみましょうというところが課題になってきています。で、ここからは実際に皆さんに触っていただく、回路の内容を、まあ、実際にやっていこうと思います。少しずつ説明してみたいと思います。まあ、結構難しいこともあるので、まあ、そこは雰囲気で、ふーんっていう感じで、思っていただければ、大丈夫ですというところで、ご安心くださいというところです。で、今回はですね、さっき言ったように、エラーはいろんなパターンがありますと。反転以外じゃなくて、位相というものも、情報も、ひっくり返さなきゃいけないですと。そういうエラーも起こり得るという前提で、考えています。今回は、まあ、この2つに絞って話をします。で、それがですね、X と0、あ、Z のエラーですね。これを検出できる回路を作ってみましょうというところです。で、解決策を、まあ、ご自身で考えていただくともいいですし、完成間近のコードが実はこの下に全部書かれています。ですので、それに、それをちょっと改良するだけでも、ちょっと、回路を簡単に改良できるので、それをチャレンジしていただくでも全然構いません。で、今回いろいろ回路の、まあ、箇所によって、ちょっとこう、いくつか分けますので、まあ、そのイニットと、シンと呼ばれている部分と、いう2つのこの2箇所の回路を、まあ、ガッチャンコして、最後提出という形になります。で、今回エラーは2箇所、2つの2種類のエラーが起こって、起こる箇所に関しては、本来であれば、すべての量子ビットにエラーは起こり得るんですけど、今回はどっか2箇所特定にして、そこだけに起こったエラー。なので、2箇所のうち、X が起こったのか、Z が起こったのかっていうのを、どうやって、まあ、特定するかということになります。まあ、そういう回路を考えてみるというところですね。で、パターンとしては、まあ、16パターン、存在します。まあ、X と Z、それぞれ1個ずつ起こるケースと、まあ、両方の量子ビットの起こるケースと、すべてのエラーが、ちゃんと積み重なったケースっていう16パターンが実は考えられるんですね。まあ、今回それ全部チェックした上で、これがチェックが通ったものが、まあ、正解という形になります。で、またですね、今回実機をイメージして、IBMQ の東京と呼ばれている、まあ、東京のものじゃないんですけど、都市の名前がついた、実機の名前が実はついているんですね。いろんな、マニラとか、そういう、コードネームがついてるんですけど、今回東京と呼ばれる、機を使ったものになります。まあ、実際これはもう存在しないんですけど、実機のレイアウトっていうのが実はちょっと重要になってきますので、まあ、そこを意識したものになりますというところです。で、あとは、このイニシャルレイアウトっていうのが、後でまたちょっと細かくは説明しますけれども、これもどの量子ビットを使うかっていうのを指定する、ものになっていて、まあ、これも後でちょっと具体的にものを見た方が多分分かりやすいので、これも後で見ていきましょう。じゃあちょっと今回は表面符号というのをやっていきます。で、まずはここですね。まずここを実行して、何個かちょんちょんちょんと実行し続けてみてください。で、そうすると、その後もうちょっとしたらですね、回路が出てくるんですが、じゃあ今回どういうのを考えるかっていうことなんですけど、こんな感じでですね、格子状に、C が C1、C0、C1、C2、C3、C4 っていうのがこうあって、その間に挟まるように S0 から S3 までっていうのがあると思います。まあ、今回この9個の量子ビットを使って、まあ、実際計算をするのは、この C なんちゃらなんですけど、この S のところにエラーの情報が入ってくるようにします。で、どういうエラーが入るかっていうと、その指定した2箇所の量子ビット、まあ、例えば今回だと、0と4になるのかな、なんですけど、まあ、それに対して X のエラーが起こると、その C0 に X が起こると、こっちの方がビットが0から1に立つみたいな形で、どこにエラーが起こったかをこう判断できる情報っていうのが出てくるように仕込むということができます。
こういう考え方をですね、表面符号という形で、まあ、このいわゆるトポロジーとかっていうんですけど、こういう形を意識して、まあ、実際にその間にはまるところのビットをですね、このエラーをこう判断するための情報として使うみたいな考え方っていうのが昔からありますというところで、まあ、今回はそれの非常に簡易版といいますか、小型版のものをちょっとやってみましょうというところになります。はい。で、それを、じゃあ作っていく回路がここですね。はい。もうなんか早速わけわかんない感じになってきたと思うんですけども、何をやってるかっていうと、この、まずレフト ZZZ っていうのが、これはですね、この実際の C と呼ばれる計算する5つの、計算に用いる5つの量子ビットから、それをですね、このエラーをこう、エラーの情報を貯めておくための、ビットに対して、CX というのをかけてあげますと。これを3つかけてあげると、これによってですね、Z が、起こったよっていうことがわかると。Z のエラーが起こったよっていう情報がこっちに伝播されるように、実は、できるものになっています。同じようなことをこうですね、他のビットにもやってあげてっていう形で、この真の1番っていうところに、まあ、Z の情報が埋め込まれるというところになります。で、あとは、そうですね、まあ、X の情報も、X のエラーが起こったよっていう情報も、これによって、まあ、ここの部分によって作ることができるというところですね。まあ、結構こう書いてみるともうすごいことになってるんですけど、はい。多分見慣れないと何のこっちゃんっていう感じだと思うんですけども、まあ、これによってですね、まあ、ここ、どこかに、例えばまあ Z のエラーが起こると、まあ、ここの、ビットに、このビット、真のビットが立つっていう感じですね。こんな感じの動きがすることができるというところになります。はい。ちょっと結果を見た方が多分分かりやすいと思うので、ちょっとそれを先に見ていくように、ちょっと先に準備してみましょう。で、これとは別に、このすごい回路が、ちゃんとその、何もない状態、まあ、エラーがない状態だったら、ちゃんと000になるように、まあ、仕込んであげるための、ちょっと状態を作る必要があります。まあ、これもちょっと今回意味があんまりよくわかんなくてもいいです。これによってですね、000から、スタートして、ちゃんと000になるんだけど、その間にエラーが途中入ったとしても、ちゃんとエラーを検出できますよっていうコードに、回路になってるっていう形になります。はい。で、これを、このイニットの方を前に持ってきて、さっきのこのシンっていう方を作った、このシンドロームというやつですけど、こっちの回路を後ろにくっつけることで、まあ、ちょっとガッチャンコすることができます。はい。まあ、これがガッチャンコしたやつですね。はい。これ結構長くなりましたと。で、ここに書いてあるように、結構複雑な回路を書いてるんですけど、ちゃんとこの000っていう状態が、ちゃんと1024回、これだけが出てきてるっていう状態になっています。で、エラーキュービットに関しては0と4番ということで、今回だと、この表面符号でいうところの、この問い面に来るやつですね。左上と右下、がエラーがまあ起こり得るものというふうに見なして、まあこの C0 の方でエラーが何か、X か Z のエラーが起こったら、この S0 と S1 の方に、こう、ビットが立つっていうような形になっています。はい。まあそういう指定を今回しています。はい。っていう感じで、こんなコードができますと。で、じゃあ実際にちょっとエラーを起こしてみましょうというところで、ちょっとエラーを無理やり起こす、関数をここで書いています。まあ、これはそのまま実行してください。で、その後、この下で実行するとですね、最初に、0の方、2つ量子ビットがあって、そのうちの片方に X のエラーが起こるケース、もう片方の方に X が起こるケース、それを Z が起こるケースという4パターン、まあ、16パターンあるんですけど、ちょっとそれを試すと大変なので、4パターンだけちょっと試してみます。そうすると、2つのうち1つの方に、エラー、X のエラーが起こると、ここのビットが立ってるんですね。さっき000で出てきてほしいのに、ちゃんと0010になってるんで、ここの部分にエラーが起きた、X のエラーが起きたっていうのが、これでわかるようになっています。
一方で、もう別の量子ビットの方にエラーが起こった場合、X のエラーが起こった場合は、この真ん中のもう二つ目の方に、ビットが立つという形になっていて、Z のエラーもこんな感じで、立つというふうになっているので、これによってですね、まあ、X か Z のエラー、どこで起こったかっていうのは、これ特定できているわけなんですね。今回はまあ2箇所しか起こらないという前提で、かつ X と Z の2つのエラーしか起こらないという前提で話をしているんですので、これに対処するためであれば、まあ、これで全部賄えているということがこれでわかるわけです。はい。じゃあまあそういうケースが分かってきたので、まあ、エラーが起こったとしても、これでエラーが特定できますねというところで、今回今度は実機のイメージをしたものをちょっと使ってみましょうというところで、こんな感じで20個の量子ビットがある実機のイメージがあります。で、ここのなんかつながりがあるところっていうのは、これ何かっていうと、今回そのエンタングルメントを作るときに使ったこの CX っていうゲートが直接つなげられるかつなげられないかっていうルールが規定されています。要は、ここの例えば2と7っていうのは、CX が直接はつながらないんですね。はい。これが実はちょっとポイントになったりもするんですけど、それをじゃあ つながってないんだったら、なんかうまい手があるかっていうと、実はうまい手を、このキスキットが考えてくれるので、それによってですね、人間は意識し、そこを意識しなくても、実はコードを書く、動くコードを書くことができますというところで、ただまあそれが効率的かどうかっていうのは、ちょっと考えなきゃいけないっていうところがあります。こういう構造をちょっと意識しながら書いてあげる必要があります。で、さっきのコードをですね、じゃあこのフェイク東京のところで、動かす、そうですね、ちょっと構造を意識する前に、これはですね、実際にじゃあ、書こうと、構造を意識しないで、じゃあ回路を書いてみるとどうなってるかっていうと、ここにまあその20っていう数字が出てきたんですけど、じゃあこれ20って何かっていうと、この CX の数を20個、まあ、これが必要ですよというのが今表されています。まあ、これは構造を意識していないので、さっき言ったこのつながってるという前提で考えることができて、そういうケースで、この全ての量子ビットがこうお互いにちゃんと全部つながってるっていう状態を前提として書けるんですね。まあ、実際そんな実験は存在しないんですけど、まあ、そんなものを意識したときには、これ CX は20個で済みますというふうに書いています。もうこれだけでもなんかすごい書き方になってるんですけども、まあ、さっきの最初に書いたやつを、ちょっとこう、順番入れ替えたりしてるだけなので、まあ、実はそんなにやってることは単純です。で、今回のじゃあその東京の、フェイク東京の実機に合わすとなると、実はこの CX の数がちょっと増えます。はい。で、こんな感じに実はなって、20個ある量子ビットのうち、まあ、ここをまあ使いますよ、みたいなのが決まっていないので、このキスキットの方が吉名にいい感じのところにこうはめ込んで、この9個の量子ビットの20個のうちの9個を、まあ、いい感じのところをこうはめ込んで、まあ、それによって実機で動かせるような形にこうコンパイルみたいなことをしています。ね、まあ、そうすると、まあ、さっき20だったと思った C ノットの数が、まあ、23個に膨れ上がっちゃうという形になります。はい。で、まあ、ポイントは、この直接つながってない箇所が結構多いっていうところが、まあ、一つポイントになってきます。で、今回そこに、イニシャルレイアウトを考えてあげるというところで、ここにいきなりなんか数字が出てきたんですけど、0、2、6、10、なんちゃらみたいなのがあるんですが、このフェイク東京の、この、ここに書かれている番号ですね。まあ、0、2、6、10、12っていうのは、さっきのこの表面符号で、5個ずつこう更新状態になってたやつがあったと思うんですけど、あれを意識して、ただ、ここの番号を使いましょうみたいな形で、こうマッピングしているものになっています。なので、0、2、6、12っていうのが、この C なんちゃらに対応してて、1、5、7、11っていうのが、さっきのこのスタビライザーという、まあ、S の、 そのエラーを判断する量子ビットになっていると。
というふうに一応定義したのが、この順番で定義しているのが、そこになってきますと。で、これをちょっと実行すると、おっと、23になっちゃってますね。本来だとこれごめんなさい。26になってるはずなんですけど、なんでかな。まあいいか。はい。本当はこれよりもうちょっと、もうちょっと長かったはずなんですけど、それをですね、まあ、イニシャルレイアウトを定義すると、もうちょっと短くできますというところが本当はお伝えしたかったんですが、ちょっとこれ、私がやってた時はうまくいったんですけど、ちょっとうまくいかないですね。はい。はい。というところで、まあ、この回路をですね、まあ、多分皆さんまだ、うんっていう感じだと思うので、少し考えてみながら改良するポイントを見つけ出してみていただけるといいかなと思っています。はい。で、これをまあ実際にやっていただくと、まあ、こんな回路ができるんですけど、これはコンパイルした時の回路なので、皆さんが書いたものとはちょっと違うんですけれども、まあ、こんな風に、キスキットの方でヨシナに解釈され直すというところになります。はい。では、ここから皆さんにはチャレンジを始めていただきたいなと思います。決して簡単ではないので、できなくてもそんなに自信を失わなくても大丈夫ですというところで、おそらくまずですね、皆さんの方に、この今回今動かしたもの、もらったものは、一旦正解として、登録することができます。ですので、まずそこまでやっていただきますというところで、まず一番下のですね、この関数の入っているセルをですね、先に実行してください。で、そうすると、チェック関数がこれで定義できますので、今回のテスト、スコアリング用に作ったものです。あ、で、ごめんなさい。1個だけ。ですね。ここの、一番下から2つ目にある、3つ目か。リクエストドットポストホゲホゲみたいなのがあるんですけど、ここのコメントアウトを外していただけますか？今こうなってると思うので、これを、まあ、先頭のシャープの文字を外していただくだけでいいです。はい。この状態で、ちょっと実行してください。そうしないと、登録ができないので、はい。で、これを登録できる状態で、セルを実行すると、関数がこれで準備できます。で、特に何もない状態でやると、今こんな感じでユーザー名入れてくださいっていうエラーが出てくると思うので、これはですね、最後のここのところに、ご自身のハンドルネームでも何でもいいです。識別できるものを何か適当に入れてください。私はよく自分で使っているハンドルネームを入れてあげます。はい。そうするとこんな感じで実行されますので、今回、まず皆さんに実行してもらった結果が、ちゃんと、埋まってくると、この16個のチェックが走って、それがパスすれば、最後、スコアが出てきます。はい、こんな感じで。で、2036っていう数字が出てくれば OK です。はい、ここから皆さんのチャレンジがスタートします。はい。やっていただくこととしては、この上までに書いた、これですね。ここの QC イニットとか、この QC シンとかっていうところですとか、あとイニシャルレイアウトとか、エラーの起こす箇所とかをですね、好きに選んでいただいて構いません。それをですね、今回と同じこのチェックが走るように、実行いただくという形ですね。さっきエラーがここで起こったらここのビットが立つよっていう話があったと思うんですけど、これを担保した状態、これですね。この状態になるようにやってみてくださいというところになります。これを崩すとちょっとチェックが走らないので、ここでエラー、この X のエラーが起こったらここのビットが立つ。こっちで X が起こったらこっちが立つ。この状態は担保してくださいというところですね。はい、それがちゃんとここで全部チェックされているので、はい、ここをずらすと間違いになります。というところで、まあ、考えてみていただくというのがここからやっていただくことです。じゃあちょっと1時間ぐらい取りたいかなと思いますので、そうですね。ちょっと時間が短くなっちゃったんですけれども、20時20分ぐらいまではちょっと目処にやっていきたいかなと思います。あとの、後半はもうほぼ、あと簡単な解説だけで終わるので、そこまで皆さんちょっと考えていただいて、やっていただければなと思います。はい。まあ、ヒントというほどではないんですけれども、もしよくわからないんだったら、まずこの、まあ、書かれているものをちょっと改良してみるところからスタートしてみてください。ここからです。まずは。はい。
さっき言ったヒントは、CX がつながってないところがポイントになってくるので、まあ、そのあたりをちょっとこう工夫してみると改良できるはずです。はい。なので少し考えてみていただければと思います。